朝の城西公園に来ています。澄み渡った青空に映えるイチョウ並木がとても綺麗です。高知市の城西公園にはおよそ20本のイチョウが植えられていて、今見ごろです。だんだん黄色くなるのを見るのが楽しみで、毎朝散歩してます。高知市によりますと、例年に比べて色づきは少し遅れているようです。一方、こちらは日中はまだ暖かい日が続いていますが、黒村渓谷では木々が色づき始めています。四万十市西土佐の黒村渓谷です。黒村川のほとりを赤いもみじがほんのりと彩り、晩秋の訪れを告げています。しかし、ちょうど1年前の映像と比較してみると、ここでも今年は色づきが遅れているのが分かります。民間の気象情報会社ウェザーニューズに今年の紅葉の傾向について聞いてみました。例年ですと、特に内陸部を中心に今週くらいですね、見ごろを迎えるところが多くなるところではあるんですけれども、今年は全体的に10日前後遅くなっているような状況ですね。その理由は、一番の要因としては暑さが考えられます。太平洋高気圧が平年よりも強くなっておりまして、高知県では気温が高い日が続いているのが一つ大きな要因として考えられます。この高気圧というのは夏に高温をもたらす高気圧、いわゆる夏の高気圧でして、通常今の時期ですと日本の遥か南東の方に衰退しているんですけれども、今年はその勢力が強くてですね、とても11月とは思えないような張り出し方となっています。葉っぱの色づきが進むためには冷え込みが重要になるんですけれども、気温が高い現在はまだ色づきが進みにくいような、そういう状況となっています。県内の紅葉の見ごろはいつごろになるのでしょうか。今週末まではまだ平年よりも気温の高い日が続くような予想になっているんですけれども、週明け18日以降は寒気が流れ込みやすくなる見込みです。これによって冷え込みが強まるので紅葉の色づきも進んで、特に内陸部から来週は見頃になるところが増えてくるんじゃないかというふうに見ております。では県内の紅葉情報を詳しく見てみましょう。見頃予想はウェザーニューズによりますと、仁淀川町の安井渓谷は色づきが進んでいて今月20日、四万十市の黒村渓谷は24日です。上市の大荒れの滝は色づき始めていて21日、別府峡はほんのり色づき始めていて20日、とどろの滝は色づき始めていて24日となっています。山間部は朝と昼の温度差が大きくなるため、もみじ狩りは防寒対策をしてお出かけください。